皆さんこんにちは。今日は何飲むアットホームです。今日のアイテムはこちら、ギネスビール。イギリス生まれの超有名黒ビール。1759年から続く歴史的なビールなんですよ。見たことあるって人も多いと思うんです。バーでも見かけるし、コンビニに売ってあることもありますよね。今まで見かけるだけで飲んだことないし、どんな味か想像できないって人もいると思いますので、この動画で紹介しちゃいますね。じゃあ、開けまーす。乾杯。うん、苦い。濃厚な苦さ。香りもコーヒーみたいな香りで、コクもあります。国産ビールも苦く感じちゃう人は飲めないかなと思います。でもちょっとだけフルーティーなニュアンスもあるんですけどね。ちょっと大人な感じですよね。かっこつけたい時に飲む？でも飲めずに残したらかっこ悪いですよね。何飲むアットホームでやってたから買ってみたけど、苦くて飲めないって人もいるかもしれないです。そんな人のためにギネスビールのカクテル、ギネスと普通のビールを同量注いだだけの簡単カクテル、ハーフ&ハーフ。今ギネス飲んだばっかりで口の中が苦いと思うけど、飲み比べてみてくださいね。今日使うビールというか発泡酒はお安い発泡酒です。これを注いで、さらに上からギネスビールを注ぐだけ。バーでもギネスと普通のビールがあったら作れるので、メニューになくても頼めたりするんですよ。綺麗に2層に分かれて注がれることもあるんだけど、それはバーテンダーさんの技術がいるので、私は混ざってるバージョンで作りました。簡単に出来上がりです。では乾杯。美味しい。ギネスより苦くないけど、いつものビールよりコク豊か。香りも両方のいいとこ取り。美味しい。ギネスを少なめにするとちょっとフルーティーなニュアンスになるので、そこはお好みで混ぜてみてください。ギネスはやっぱり苦い。国産ビールでは物足りないって人にはおすすめです。もちろんそうじゃない人にも試してもらいたいので、飲んでみたけどやっぱり苦かったって人にもぜひカクテル試してみてください。いつもと違う感じで楽しむことができます。私は一時期ハーフ&ハーフにどっぷりハマっていたことがありました。家飲みならちょっとギネスを少なめにして飲むのもいいかもなって思います。さあ、今日のアイテムはどうでしたか？気に入ってくれたら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。この動画についてブログも更新してあるので、概要欄から覗いてみてください。では、次回の何飲むアットホームもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。